吉野バスケやめろバスケ金返せバスケやめろバスケやめろバスケやめろバスケリコールするぞNPO の認証を取り消してくださいと、まあ、あの何万人の、ね、署名が集まったのか分かりませんけども、なんかそんな陳情を行っているようであります。まあ、ここで、ね、あの報告がてら、ご報告し、述べますと、今現在のところ私どもに対して、まあ、東京都の方から NPO の認証を取り消すよとか、あのちょっと問題があるんでちょっと出頭願いますかとか願いますかとか、まあ、そういった、ね、あの呼び出し督促等は、一切ありません。ここにね、皆さんもとに報告しておきます。まあ、そもそもですね、去年のね、東京都知事選、舛添が、まあ、当選しましたけども、あの時にね、芝木隊だとか男組の連中がなんかこう舛添に対してこう中指を立てたような、そんな記憶があるんですけども、まあ、その連中がね、今になってそのヘイトスピーチ規制に言及したからといって、その舛添をなんかこう救世主のごとく崇めてるのは、これちょっとね、おかしいんじゃないかというふうに思います。まあ、この芝木隊とかね、男組じゃなくて、私たちこの良識ある日本人愛国者こそが、この舛添洋一という外国知事を引きずり下ろすんだという決意でね、今後も皆さんと共に戦っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はお疲れ様です。ですね、まずですね、皆さんにね、ご挨拶の前にですね、今週の土曜日、私たち在特会で、デモ行進を計画しておりますのでね、その告知です。ですね、テロリストを許すな、表現の自由を守れ、デモ in 東京ということで、今回、2代目の会長であります八木康弘がこのデモを指揮を取ります。このね、八木康弘新会長の初陣なので、皆さんね、時間がある方はふるってご参加ください。で、場所はですね、代々木公園欅並木通りですね。よく、まあ、NHK の前って言えば分かりやすいですかね。でね、時間がちょっと早くて10時半集合で11時デモ出発になります。ちょっと早いんですが、皆さんぜひともね、在特会、新生在特会のいよいよ初陣を飾る時がね、来ましたので、でね、ふるって皆さん参加してくれますよね。よろしくお願いいたします。今日はですね、これだけたくさんの方が来ていただきましてですね、本当にありがとうございます。正直ね、今日の菊川さんの説明聞いて、誠に残念ですが、私ども神奈川県民をですね、皆さんの後押ししかできません。ごめんなさい、本当にごめんなさい。皆さんのね、後押ししかできないんですよ。なので、ね、都民の皆さん本当に頑張ってください。我々協力できることは何でもしたいと思っていますが、署名を集めるのは皆さんです。そしてね、その署名に応じるのも皆さんです。どうか一つ、この舛添リコール運動の成功のために、皆さんお一人お一人の力を貸してください。よろしくお願いいたします。はい、皆さん本日はお疲れ様でございました。まあ、このね、この公私ともに最低最悪なね、舛添がですね、この日本の首都であるね、東京の都知事であっていいはずがないんですよ。私も埼玉県民ですので、署名活動などの、お手伝いぐらいしかできませんけれども、それでもできる限りのことをやってまいりますので、皆さんどうか、皆さんと一緒に力を合わせてね、この舛添をね、リコールを実現して健全な東京都をですね、つかみ取ろうじゃありませんか。それでは皆さん、本日は皆さんお疲れ様でした。本日は、ありがとうございました。皆様、本日もお疲れ様でした。先ほどですね、なんか芝木隊とかいう連中がですね、有門さんの、外国人 NPO 法人外国人犯罪追放運動認証取り消しをするという、ことをなんかやろうとしていたみたいですけれども、なんか弁理士の資格取り消された朝鮮人がいるみたいじゃないですか。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
あのね、今日誕生日はね、入れ墨のメタボの宇田切り者にも、いい誕生日プレゼントになったんじゃないでしょうか。まあまあ、それはさておきですね、舛添都知事リコール活動、本格的に始まってまいります。東京都民の方を中心にですね、まあ、東京都にお住まいでない方もですね、ご協力いただきまして、舛添都知事を辞職に追い込んでいきましょう。頑張りましょう。お疲れ様です。ですね、今日お話を聞いてですね、想像してたよりも結構大変で、郵送がダメとかね、対面でね、その5000人ですよね、想像以上にね大変な内容であるなと、郵送もダメというのはね、ちょっとね想像もしてなかったですよね。で、対面でね、その都民しか、直接対面でね署名を募ることがしかできないと、まあ、非常に大変でね、まあ、どこまでできるかということあると思いますけども、まず最初この5000人、これね、まあ、そうやって5000人どうやって集めるかということにみんなでこう知恵を絞ってやらなければいけないと思うんですけど、ちょっと一つ聞きたいんですけども、今後のそういったこのロードマップというか、この進捗に対しての一番この主軸となるブログとかね、これはツイッターが主軸なんだとか、このまあ二進会のブログ、これさえ見ていればとりあえず OK なんだとかね、 Facebook とか、どれが一番主軸なんでしょうね。まあ、基本的に二進会のブログということで、じゃあこれをとにかく拡散すると、まずはそれですよね。まあ、松尾さんに関してはですね、今日も産経新聞であったように、この子宮頸がんワクチン、これですね、重篤の患者がですね、この副作用で1117人だったかな、去年の4月までのね、報告の結果ですよ、これだ、とんでもない、もうこれ人殺しじゃないかっていうね、そういうレベルですから、まあ、時間もないんであれですけど、頑張りましょう。今日お参りいただきましてありがとうございました。ですね、本当にね、以前ですね、昔国会議員でね、鈴木宗男ってやつが疑惑のデパートなんて呼ばれましたけどね、舛添ね、疑惑それどころじゃないでしょ、ね、しかも安っぽいんだよね、東京都民のね税金を自分のポケットにポン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 入れちゃうんだよね。あとね、何ですか、国民の税金でね自分の借金を返してみたりね、本当に安っぽい、もう彼こそね、私は思いました、疑惑のね100円ショップって呼んじゃおうかなってね。もうね、安っぽいでやってることがね、もうそんなやつね、もう東京都にねふさわしくないね、ふさわしくないんですよ本当に。もうそんなやつをとっとととね、もう皆さんでね協力してね、150万票とっとと集めて、そしてね、東京都庁から追い出しちゃいましょうね、よろしくお願いします。お願いします。3月21日、神奈川県の横須賀におきまして、軍港めぐりおよび自衛隊さんありがとうの日の丸行進を開催します。軍港めぐりは、横須賀のウェルニー公園の憩いの広場に11時半にご集合ください。これ20名様限定です。そうすると自衛隊さんありがとうの日の丸行進は同じくウェルニー公園から14時集合、14時半出発で行いますので、皆様どうかご参加のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。変な提案ではないですけれども、生放送とかこれから動画見る方いらっしゃると思うんです。先ほども言いましたけれども、自民党公明党の組織票に勝てるわけなんかないと思ってる人が大変多いです。でもね、言っているのは 40%、 日本国民、東京都民の 40% 以下なんです。遠くで喋ってくれる？聞いてるから。40% 以下なんです。っていうことは残りの 60% が投票してないんですよ。っていうことは、そこにいかにね、選挙に行ってもらうの、それからリコール活動、リコール署名に参加してもらうことの重要性ね、誰にね投票しても変わらない、そのね気持ちを変えるトークを皆さんちょっと真剣に考えてもらえませんかね。そうすると後の 60% が変わった時、私たちの陣営の力ってどうなると思います？想像を絶する、プラスアルファがもたらされるんですよ。例えば150万足りなかったとしましょう。これが60万か100万筆
で終わったとしましょう。でもその時に意識の変わった 60% の、一般の人方がついてると思ったら 今までと状況変わるんですよ。確実に自民党と公明党の思うまんまの政治じゃなくて済むんです。本当に日本が変わるきっかけがこの東京からの可能性が高いんですよ。そしてね、この東京のリコールを見守っているのは全国なんですけれども、特に見守っているのは大阪、それから沖縄なんです。大変問題あるのご存知でしょう。それから大阪市の、市長さん、皆さん問題あるの知ってますね。でそして沖縄の県知事、共産主義者です。受かっちゃいましたね、当選しました。この沖縄県民、それから大阪市で今回ですね、飛田新地に帰れと言われた市長ですけれども、その市長がもうどうにかリコールしたいと思っている市民もいるわけですよ。その人方のお手本となり、そしてその陣営にエールを送ることができるという風になるんです。戦後70年左翼陣営が GHQ の支配下でどんどん稼ぐことを知り、そして今までずっと陣取ってきました。本当にレジュームとして日本が変わっていくなら、ここで変えれるきっかけのチャンスが今巡ってきたんです。あのね、集まんないよどうせって思ってんだったら、いっそのことね、市内に侵略されたり、韓国や、ね、他の外国人に移民問題とかで反対するの無駄よ。違いませんか。リコール一つ、東京都知事もリコールできないのに、移民の問題なんて片付けるはずがないんですよ。そのね、地元、自分の足場からね、きれいに、きれいにじゃない、一生懸命できなかったら、保守名乗ってほしくないんですよ。私は愛国気違いなんて保守って言われると逆に嫌なんですけどね。日本が好きなんで、いい日本でいるためであるんだったら、気違いに余裕でなれるんで、ね、保守たるものはこうでなきゃって言われると嫌なんですね。すごく嫌なんです。綺麗じゃないとって、いや綺麗ごと結構なんでっていう感じなので、あのね、死に物狂いじゃないと切り崩されすぎて、他の国よりは今まで日本って良かったからいいんです。もう切り崩される余裕なんかないんですよ。尖閣諸島を取られる寸前です。北海道は隙あらばロシアがちょいちょい戦闘機でやってきます。韓国はもうコリアンタウンって言って、新大久保はダメになりました。おかげさまでさせていただきましたけれども、今神奈川の方でコリアンタウン計画が持ち上がってたりして、そして従軍ヤフやアンジュンコンの像を建てようとかね、端っこからやってたりするんです。日本はなてかすね、議員がいっぱい地方にはいます。こんなのね、結局は地元から切り崩されてるから、地元からはっきり反対していって、こちら側の勢力を拡大していかなきゃいけないんですよ。そんな時にね、都知事も無理だったら保守名乗んなよ、そう思うんです。本当はね、これぐらいやれなかったら日本なんか変えられません。綺麗事言って夢見てたって、いつまでたったって変わらないんです。年食って死ぬだけです。それ待つんだったら動きません。2、3ヶ月ですよ。たった2、3ヶ月死に物狂いでやってみたら、それなりの結果って絶対出るんですよ。変わるんです。変えましょう。そのために頑張りましょう。まずは4月の27日までにリコール署名を集める活動員と代表者含めて5000人、これが目標です。そうしてこの5000人が集まったら、27日私申請出します。とにかくね、4月27日統一地方選終わった次の日、そこを目指して頑張りましょう。皆さん本日はお忙しい中、せっかくね、日本の誕生日、本来だったら日本のお正月なんです。その日にわざわざこちらまでね、ご集合いただいてありがとうございました。これにて終わらせていただきます。本日はありがとうございました。